ルリア殿、自分は…よかった、正気に戻ってくれた。俺もシャルロッテ殿も何者かの術中にはまり記憶を改ざんされていたようだ。どういうことでありますか。何者かとは帝国ではないでありますか。わからない。だが一つ確かなことがある。それは我らが連合軍を結成した理由、帝国が聖少女コロッサスを使い脅威を振りまこうとしていること。ルリア、お願い、これくらい近くまで来ればきっと。はい。届きそうで聞こえそうだけどまだダメです。魔性の力でかき乱されてしまって。もう、こうなったらはっ倒しておとなしくさせるしかないわ。おいおい、強行手段に出るってのか。お約束っちゃうそうだがよ。大丈夫、前に師匠がコロッサスを使った時もそうしたんだから。消耗させて隙を作る作戦か。俺たちも協力させてくれ。いずれにせよ帝国軍を消耗している今がチャンスであります。よし、ここが踏ん張りどころってわけだな。負けんじゃねえぞ。うん、
恐ろしい相手だ。急いで確認しよう。うん。こたびの連合軍の結成にあたって、ひとかたならぬ力添え、深く感謝する。かの高名な白竜騎士団との共闘、こちらとしても光栄でありました。同じ正義の味方のもとに集い、民の脅威である帝国をくじく、まさに騎士の本分であります。我らリュミエール聖騎士団は清く正しく高潔にモットーでありますゆえ。シャルロッテ殿、ありがとう。こちらこそ光栄だ。それに帝国によるバルツ侵攻の一報を受けた時点で、出陣の支度は整えていたのでありますよ。うん。帰国にもエルステ帝国が軍備拡大を狙っているという情報がすでに届いていたと。何か引っかかる。何がでありますか？エルステ帝国は宰相が引き起こした騒乱が原因で実質的に滅んでいる。今は国の形を成していないはずだ。それなのに突然各地を制圧し始め、バルツだけでもあれほど戦力を投入することなどできるはずがない。ではあの兵らは一体どこから？師匠も無事で安心したけど、本当はもうちょっと町の様子を見ておきたかったな。心配せずとも大丈夫だ。戦後処理は連合軍で行う。民の安全も確保できるだろう。リュミエール帝国からも支援は惜しまないのであります。よかった。これでもバルツで僕たちにできることはなさそうだね。となりゃ他の島の様子を見に行くか。他も同じようなことになってたらたまったもんじゃねえからな。そうだな。私が言うのもなんだが、帝国が再びルリアを狙っているのは明らかだ。帝国の連中以外にも襲われちまってるしな。一体何が起きてんだ？